小木こたさんです。今日の動画は視聴者リクエスト、パラパラパラ、アシュラさんという方からコメントいただきました。京都駅南の殿田食堂がおすすめ、おばあちゃんが頑張って作ってくれますよ、その中でもおすすめはたぬきうどん、ぜひ行ってみてというコメントいただきました。おばあちゃんが頑張って作ってくれますよ、いいですね。こういう人情系のお店大好きです。今日はここでおすすめされたたぬきうどんを食べていきたいと思います。熱々いこの時期に冷たいうどんとかそばもいいですけど、あえてのたぬきうどんいいね。今ここね、現在地がここで室町通りに入っていきます。室町通り徒歩4分ぐらいです。向かっていきます。遠目から見た京都駅、おそらくここの左見たらすぐあります。あ、ありました、殿田。いいですね。ちょっと遠目からお店見てみましょう。味のある店構え、期待できるなこの感じは。あ、これタヌキなんや。遠目からやったら分からへんかった。このタヌキかわいい、肩組んでる。お客さんちらほら言いはる。こんにちは。はい、メニューはこんな感じです。ほとんどうどんのメニューが多いんかな。丼物とその他。すみません。あ、たぬきうどんがやっぱ有名ですか。もう有名って、これ有名だったよ。あ、ほんまや。ここで教えてもらってきたんですよ。うん、はい、たぬきしないでみて。あ、じゃあたぬきうどんと、はい、あと丼物でなんかおすすめってあるんですか。他人親子、これが一番に。あ、他人か親子。うん、NHK で紹介します。あ、そうですか。ほんだらチコちゃんしかいない番組を紹介したい。じゃあ他人丼いただいていいですか。2つ2つ、はい、いける十分、はい、ありがとうございます。
いや、これがナンバーワン、これナンバーツー。うわ、美味しそう。もう間違いないです。生姜と青ネギ、お揚げさんが入ってる。たまらんな。とろみがすごい。いただきます。バチバチうまい。うまっ。これちょっと衝撃的にうまい。めちゃめちゃ麺に絡む。生姜を溶かしながら。冬場に食べるのも美味しいけど、今食べたら夏バテ防止とかにもなりそう。風邪ひいてるときにこれ食べたら一発で元気出そう。まあ、こんな時期やから風邪ひいてる状態でここ来たらあかんけど、でもそんな感じで優しい、うまい。よいしょ。牛肉も乗せて。うん、うん、おいしい。味付け的には甘めですね。ちょっとありがとうございます。美味しいの？めっちゃ美味しいです。しっかりご飯に味もついてるけど、つゆだくになりすぎてんっていう。しっかり切ってくれてる。ご飯がシャバシャバなのが結構苦手やから、牛丼屋さんとか行ってもつゆ抜きにするんですよ。だからこの具合がちょうどベスト。ええ感じ。お漬物も美味しいわ。食べに来てはる人らもうちょうどの人らが多い。5、60代のおっちゃん、ここに馴染んでる。すごい。俺なんかはまだまだこういう渋い食堂に来てる、その自分に寄ってる部分は多少あんねんけど、こういうとこにスッてこう何の気なしに入れるような大人になりたい。かっこいいやん。なんかいただきます。チコちゃん出てたやろ。はいはいはい、はい、あれにうちの三人丼ぶり言うてくれて、忙しかったわよ。へえ。三人丼ぶり宣伝してあって、それから4丼ぶり。あ、そうですか。どうもありがとうございます。お気に。ここ駐車場も1台だけやけどあるみたいです。お店を出て、そうですね、ここ1台かな、止めれて。スペース的に おすすめしてもらったたぬきうどん、めっちゃええ感じだった。教えてくれてありがとうって感じ。
うまかった。他人丼も美味しかったし、で何よりもこのお店の方のお人柄を大きに、今日食べたタヌキうどんと他人丼の感じやったら多分他のメニューもめっちゃうまそうなんで、また寄らせてもらいたいと思います。